鶴見園は大分県別府市南立石にかつて存在した遊園地。温泉と少女歌劇を呼び物とし、九州一の大遊園地を自称する大規模な総合レジャー施設であった。1925年に開園し、1943年に閉園。広島県呉市出身で呉市長、貴族院議員を務めた松本翔太郎によって、 温泉と複合した総合的なレジャー施設として開設された。松本翔太郎は松本建設を起こし鉄道工事で財を成した人物であるが、明治時代末期に豊か州本線の工事に関わった際に別府の魅力に惹かれ、レジャー施設建設を思い立つ。1916年に4万千坪の土地を買収して庭園の造営が始められ、1919年には、 本館の建設に着工。別府市が市政施向した翌年の1925年に大劇場と庭園が完成し営業を開始した。定員600人の大劇場で演じられる鶴見園女優歌劇が人気で九州の宝塚とも言われた。しかし太平洋戦争が始まると戦時体制下でのレジャー施設への入客が減少し1943年に 閉園を余儀なくされた。戦後、アメリカ軍のキャンプ地として接収され、接収解除後後跡地は長らく放置されていた。1969年4月11日に鶴見園レジャーセンターが開園。しかし、わずか7年後の1976年4月3日に閉園した。現在では跡地は鶴見園公園や住宅、商業施設になっており、 鶴見園町という地名だけが残っている。また、隣接地に併設されていた鶴見園、グランドホテルはその後も営業を続けていたが、2001年に会社構成法の適用を申請し、休業している。ありがとうございます。